保健省、タイ語、タイ語略省、英語、ministry of public health 英略省、モフは、対応国政府の省の一つ、1942年に設置、公衆衛生省の訳語も用いられる。保健省は、保健福祉、伝染病の予防管理、防護、国民の保健能力向上、法を遵守した保健公務の執行に関して責任を持つ省である。 内閣の閣僚である保健大臣が省の長となる。省の前身は全王宮病院設立委員会に代わり、シリラート病院の業務を管理するために、ラーマ5世が1888年12月25日に設立した医療局である。医療局は当時医学教育、諸病院監督、国民への首都接種などの業務を行った。1889年、 医療局は道徳省に編入された。同局は国会市制度を対各地で立ち上げ、伝染病感染地に公共薬、教書配布、伝生病予防の医療団を設置した。1905年、ラーマ5世は医療局と局長部署を廃止、監督下にあったシーラート病院以外の諸病院をオート省に編入し、シーラート病院は 法立医学校の一部門に編入した。また政府役員団、首都接種団、疾病予防及び国会士団は道徳省に留め置かれた。1908年内務省が政府役員団、首都接種団、疾病予防及び国会士団の道省への編入を希望し、内務省地方行政局の参加に置かれることになる。続いて内務省は組織の整理を行い、 医療局の業務を拡大。ラーマ6世に請願して、1916年12月19日に医療局の名称を市民局へと変更することが許される。1918年11月27日、市民局の再編によって保健局の設置が交付された。保健局は1942年に、 保健省として昇格するまで内務省の監督下に置かれた。ノンタブリー県、ムアンノンタブリー群タムボンタラートクワンティワワーノン、ドーリム48820。ありがとうございます。